新庄とタッツ、なぜ大きな差ができてしまったのか。新庄は選手に対しての情がある立浪にはそれがない。白米禁止したかしないか、慢心、環境の違い記事。新庄は無能に見せかけた有能、タッツは有能に見せかけた無能にて非なるもの。ひげ、茶髪禁止と宣言しながらも中田翔のあれを放置プレー、さすがにあかん。サッカーの日本代表監督に立浪推薦、タッツならやれる。日ハムは今までしたことない初の補強をしただけ、監督の効果なんてない。駐車場がなくて帰れないからもあるか。新庄監督は選手を奮起させるのがうまい。立浪は選手のやる気を根元からへし折る。立浪チルドレンもここ最近目覚めてるで。新球場でフロントが補強頑張ったから。どちらも連続で最下位だったが、パの方が圧倒的な大差だった。新庄の伸び率はすごい。タッツが新庄の真似してリレースチールを試みるも失敗してチャンスを潰すのがタッツ采配。ヤキーはバカでも監督できるのバレただけ。 W もしもネオのくじが日ハムだったら、立浪は暗いんだよマジで。年数以外の条件が違いすぎて比較にならなくね。ランボに対抗して何乗ればよかったんだ。ご視聴ありがとうございました。